死んだら悲しくてそれが嫌だからっていう栄光なんです。他人が生きてもどうでもよくて誰かを嫌うこともファッションです。それでも平和に生きようなんて素敵なことでしょう。画面の先では誰かが死んでそれを嘆いて誰かが歌ってそれに感化された少年がナイフを持って走った。死にたく